はい、こんにちは、こんばんは、ヨレイです。今回緊急で動画を、回しております。9月23日16時25分頃、首都高上り4号新宿線でトラブルが発生しまして、この動画を見ていただけるとわかるように、トラックのドライバーが煽り運転の末、普通乗用車の方を強引に止めて、さらにこう詰め寄るという形になっております。周りの目撃者のね、情報によると、もう前からね、これ煽り運転をずっと続けていたそうです。そして挙句の果てには最後、首都高速の上り線2車線を止めて、周りの車ね、その乗用車だけで、ね、当該乗用車だけではなく、他の車の交通の妨げも、行うと。そして、このね、乗用車に対して、恫喝および屋根を叩く、運転席側の窓を叩く、ドアを引っ張るということで、かなり悪質なですね、状況になっております。これ、器物損壊罪とかですね、暴行罪、脅迫罪とか、いろいろと、こう、該当するものが出てくると思いますので、まずはね、煽り運転で危険運転で、これは、処罰されるのは間違いないと思います。高速道路上で車を止めるとかですね、もう、道を塞ぐとか、そういうことをやっただけでも違反にはなりますので、トータルで、これね、免許を取り消しというふうになって、もしかしたら逮捕というね、形に、ね、なると思います。もうかなりね、悪質ですね。これ営業ナンバーですね。緑ナンバーのトラックで、千葉。ナンバープレートでね、読み上げますと千葉で、ひらがな不明らしいですね。で、4桁の番号が5180。5180。有限会社 IB トランスポート、または有限会社 IB ロジスティック、いずれかの運転手になると思います。これね、もう特定されてネットで拡散されてますんで、で、まあね、このね、会社の方も、もうすでに謝罪文は出しているそうなので、ここの従業員であるということはもう認めている、動かぬ事実であるということですね。これはね、社会的信用もなくなりますし、このドライバーね、対象のこのドライバーも、もちろん、会社でただで済むわけではありません。もちろん解雇とかですね、厳しい措置になり、さらにはこれ、交通刑務所の方に送られる形になるんじゃないかなというね、この運転手がね、被害届を出せばね、必ず立件できると思います。で、まあ、こういうね、危険なドライバーというのはね、もう、世に放ってはいけません。本当に世に出してはいけない人間っていうのがね、一定数ね、やっぱりいますんで、こういうのは合法的に葬り去っていくしかないのかなというところですね。で、この ID グループになってるんで、いろいろ貨物からタイヤショップ、総合リース、保険代理店、あとは石油関係の卸とかですね、不動産、いろいろやってる会社みたいですね。だから、まあ、なんとかグループみたいな形になってますけども、IB グループっていうふうにね、このトラックにも書いてますんで、よくこういうね、会社名が入ってる車でよくこんなことができるなというね、まあ、よっぽど頭きたんだろうけれども、どんな理由があっても、煽り運転をする行為というのは、もう禁止ですね。これはやっちゃいけない行為になってますんで、で、ね、最悪は、なんかこう死亡事故につながったりとかですね、そういう事件につながるという、もうこれ十分次元なんですけども、まあ、こういった危険なドライバーがいろんなところにいますよと。そして明日は我が身ということ で自分自身もこういう目にあったりとかね、まあ、やるという行為はないと思いますけども、やられたりっていうことはあると思いますので、で、まあ、もちろん大前提としては煽り運転とか危険運転というのはいけないんですけれども、やはり何かこう原因を作るということも考えられるんですが、その原因がいかなる原因があったとしても、こういう行為は違法ですんでダメなもの
ダメということなんですが、やはりやられた方も何かしらのこの、ね、相手に対して気を使うとか、周りに気を配るとかですね、やっぱりそこをやっていかないと、片方だけを厳しく取り締まっても、絶対根絶はされないですよね。多分、いじめと一緒で、学校のいじめとかがなぜ、なくならないかって言ったら、いじめる側だけを一生懸命いけないよって言って、まあ、叱りつけたりなんかやったとしても、いじめっていうのはなくならないのは、そういうところにあると思うんですよね。やはり、ね、自分はそう思ってないんだけど、相手に何かをやってしまったとかですね。だそういう相手のことをお互いが思いやれば、こういうことは絶対に起きないはずなんですよね。まあ一方的な、ね、もうこういう土地狂ったやつもいますけれども、そういう気違いと、気違いは別として、人間のトラブルというものは必ず、ね、何かが、結果が、ね、原因があって結果につながるという形になりますので、双方が、ね、お互いにこう、なんていうかな、波風立てなければ間違いなくそういうトラブルというのは起きないというね、一方だけが、やってるわけではありませんで、だから別にこれをあぶり運転を肯定してるわけじゃなくって、大前提でダメなんだけれども、やはりそのね、自分が思ってないところで相手に不快な思いをさせてしまってたりとかっていう部分もなきにしもあらずなので、そういうなんていうかな、マイナス要因を少しでもで排除していく、撲滅していくっていうのは、やっぱりやる側だけじゃなくて、やられる側っていう部分であっても、なんていうの、責任はないけれども、まあ、他者へとのこう絡みという部分では、やっぱり気を使っていくと。だからお互いが気を使えば、絶対に揉め事っていうのは なくなるわけじゃないですか。だからそこが、ね、大事じゃないかなというふうに俺はね、個人的には思います。まあ、これはね、ほんと今回の件はどうしようもないね、人間がやっておりますので、皆さんもこういうことはね、なんか腹が立っても、こういうことは絶対にやらないように、していただけたらと思います。それでは、皆さん、ごきげん、次の動画でお会いしましょう。それではごきげん、じゃあね、バイバイ。バイ、ポイ。